どめさんこんにちは、7月5日金曜日動画撮っていきたいと思います。加藤からね、お昼頃かな、今お昼じゃねえか、午前中かな、今12時、ちょっと過ぎなんですけども、新製品のね案内出ましたんでご案内していこうかなと思います。まずその前に加藤の方もなんかでっけえトラブル起きたんですかね。今月出荷予定だった、なごみ、それぞれがまあ、初版の事情により、思いっきりぶっ飛びと。で、その他、ゆったりやくもの編成名がなんか変わったみたいですね。ノーマルプラスサブ編成の7両がノーマル編成って言い方に変わったみたいですね。それ以外の変更点はございませんと。7月5日だから今日更新か。今月はあれか、そっか、南風とかの出荷日が今月だったんだ。俺結局南風買わなかったからな。まあ、マイクレースが暴落するだろうなと思ったら、意外とマイクレースの方ね、値段ちょこちょこ下がってきたんで、うん、当分はまだ下がりそうっすね。そして、なごみ、7月用だったのが11月に出荷予定変更となりましたと。最近ちょっと加藤、再生産のね、製品がちょっと遅延することが多々相次いでるんで、ちょっとなんかあったんですかね。加藤、今月、発表されたのはたったこんだけです。11月、12月分なんで、多分おそらく、まあ、加藤は、そうっすね、加藤5ヶ月スパンのメーカーではねえよな。あ、加藤が4ヶ月スパンか。つったっけ？ちょっと待って、加藤。加藤は。これ違うか。加藤は。そうですね、加藤は4ヶ月スパンですね。先月の6月の頭に案内されたのが、まあ、9月、10月予定なんで、まあおそらく、まあ10月分なんで、まあ9月は再生産のドクターイエローなんでね。まあ一応、今月、まあ4ヶ月スパン後で11月。そうなると多分12月は、まあ冬のボーナス分か、追加される可能性なくはなさそうですね。まあしかも12月もたったこれだけっていうのはなんか、そもそも11月がたったこんだけっていう方がなんか面白いですけどね。とりあえず行きます。新製品としまして、貨物列車の6両セット。昔でも随分前になかったっけ？なんか、なんだっけな。車掌車と、なんかあれだっけ？トキだかなんかさ、6両セット。随分昔にあったと思うんですよね。まあ値段も多分これと変わんないぐらいで。そして、スターターセット N の700アドバンスの望み。で、それに合わせて、まあ、再生産がそれぞれと。で、12月分。C57-1、DD51、1043、下関の。まあ、完全にこれ SL 山口のおまけっすね。まあ、とりあえず見ていきましょう。まず C57-1、これしかねえのか。昭和54年。へえ、もうこれ40歳なんだ。すげえ年だな。まあ、40だったらまあギリギリか。1979年、運行橋で山口線のおける施設で、復活運転に当たり抜擢された当時の梅工事にいた、保存された機関車と。まあ、牽引の、ついてからも40周年。もう、ほとんど考えてない。有名な10回しか行けると。もともとこれあるか、SL 山口の牽引機 C571 で、35K400 万台の、4000万台か、あの着地セットか。まあ、必要なアイテムですと。すでに 35K 万セット D51200 を所有しているユーザーだけなく、これから SL を所有する方でもおすすめの機関車ですと。そうなると、じゃあ、客車の再生産してくれよ。そっか、でもあれか、加藤がだ、確かトミックスが出したのが C57 の方か。で、加藤が出したのがデゴイチ200か。ああ、じゃあやっぱり単品だけで機関車出してきたんだね。そして、製品のプロトタイプ 35K 4000万台デビュー後の2017年9月以降、つまり、おととしからか、の山口号、そして去年夏秋の、北琵琶湖号の牽引の現行の、携帯を再現と。延長されたキャブ屋根や、旋回窓、テンダー搭載の、重油平年装置か。現役時代の特徴のか、回転式の火の子止めの、煙突と。2017年運行以降大型化されている ATS 発電機と追設された非常用バッテリー、シールドビーム化された電灯などの復活形態、失礼、復活形状機の特徴を持つ1号機の、形態を再現。塗装はデゴイチ200と同様の落ち着いた艶消しの黒色で設定と。各箇所のバンド、デフ及び点検窓縁やシリンダー部の、縁等の黄色の装飾も再現。演出扉って 3D のかな、あと、デフ、前握り棒、ボイラー部、ハンドレール、逆止弁は銀色。走行性能に低減のコーレスモーター搭載と。で、ヘッドライト点灯、電気色 LED、テンダーライトは非点灯。付属の充電カップラーによる交換することで、デゴイチ200とも可能と。生存名板、川崎車両の、あと、検査表示等も印刷済みか。
選択肢ナンバープレート、黒字と赤字を選択可能。SL 山口隠せない山口のドマークのか、北琵琶湖のヘッドマークも追加。付属部品と設定と。12系客車ゴロと組み合わせれば、平成30年夏だけに言われた SL 北琵琶湖1号の雰囲気の再現も可能と。まあ一応こんな感じか。そしてもう一台の、DD51。下関の車両なのか。西日本下関車両の原因のオリジナルとながら、近年ジャニー新宿に見える両面で設置された無線アンテナか、LED 式テールライトが特徴と。SLM 口号の補機は大田の原因、客車シンテとしばしば登場する SLM 口号に隠せない車両と。製品は製造年のあれによる外貨のか、1043号機の携帯をで確認再現。ショート時は白く見えるテールライトや、キャブ側面のプロテクター、全面テールと同色のジャンパー線の、納めとホース掛けなどがポイントと。本製品用の山口号、やぶさめ、つわのでいいのかな？ヘッドマークが付属しますと。で、SL 山口号と組み合わせて SL ダイソン列車、試運転列車過去に見られたデコイチの10連で、35系の傾斜勇者などが再現できますと。2018年9月に前期出場の携帯を再現。キャブ屋に両エンドに列車無線アンテナを装備した携帯のか、既存の DD51 ならベンチレーターの、数や配置を再現。キャブは側面にタブレットプロテクターを装備した携帯を再現。運転台前面、前面まだワイパーを表現。実車のショート時白く見えるテールライトを再現。ヘッドライト点灯、デッキ色 LED 採用、アンドカプラ標準装備、公開な、クルカプラ付属もそりゃそうでしょうね。セリアムチョコですね、山口のか、ヤブザメツワのヘッドマークが付属と。これはあれか、ナンバープレートに関してはもう取り付け済みになってんだね。この扱いで見ると。結構これはいいね。まあ、しかもお値段も7500円ってことで安いし。で、その他客車セット、失礼、貨物車セットか。こんな感じか。そうですね。やっぱり過去にも、ね、似たようなやつ出てますね。多分ちょっと中身は忘れたかもしれないですけど。今回の車両、国鉄時代のバラエティ豊かな貨車を麻そうとし製品化。蓋があるやつ、なんだこれ。有害者、無害者、わかんないけど。ホッパ車、冷蔵車、コンテナ貨車、車掌車の6列セットと。既存の脇、トラ、ホキ、コキ、レ、ヨ、車掌車と構成されてますと。各車番表記例は既存単品と同じ。で、コキ5500は、8014とな、同じと。コンテナ車となりますと。で、本セット2セット持ち合わせれば、車掌車が前後に組み合わせた国鉄車の貨物車の雰囲気がお手軽に再現可能。トラ 4万5000は、積み荷状態を再現できるカバーが付属、取り外しも可能。4万5000テールライト点とダミーカプラが付属。電車アナウンカプラ装備、別売りのダミー各社とは連結可能と。これ面白いね。もともとライトが付くんだ、4万5000。へぇー。まあ一応、車番はこんな感じと。で、スタートセット N700 アドバンスでいいのかな。まあ基本的に多分ね、普通の基本セットの4両に、まあ、パワーパックが新しくなったのが付属するぐらいの、ね、やつなんで、まあそんなに案内する必要ないかなと思います。で、こっちか。11月期発売の再生産 N700 アドバンス。で、アドバンスでいいんだよね。合ってますね。東海道山陽新幹線 N700 新幹線を再生産。基本的な性能は外観 N712 はさらなる安全性向の追求ともに、運転手の運転業務をサポートする新機能の、搭載で全進歩を意味する、アドバンスの A を N700 に加え N700A 内緒にしております。平成24年にデビューし、現在も700機を置き換える形で増備が進んでいます。本当に安いベストセレクションパッケージ初心に関してのおすすめの製品と。仕様については従来製品から変化はございませんと。延長された先頭部の青帯、形状ごとヘッドライトや下カバーなど N700 系との相違点を再現。N700 系と違いが明確に分かる奇数号車の車体側面に記載した A をイメージのロゴマークを鮮やかに再現。実車にも装備されている車体傾斜機構でいいのかを装備と。で、かっこよくカーブを走り抜ける姿を楽しめます。中間連結は E5 系色系のサイズ、ダイヤフラムのカプラと。フライホール搭載のテレアドリクニット、新幹線車の特徴で車体側面のディスクブレーキを再現した車両を採用。側面行き表示は印刷済み、のぞみ東急行きで設定、最終通関機315、そりゃそうだ。で、その他、パッケージ4両基本が紙箱、で、あ、増結とあれがブッケースですね。まあ、つまり、4両のブッケースにね、基本セットぶち込みっていうやり方で、いつものごとくのベストセレクションでございます。で、車番に関してはこんな感じ。まあ、加藤の新幹線のすごいところって、基本的に16両で1モーターなんですよね。加藤の新幹線って。ただ、なんだっけ、はやぶさ小町とか連結する車両に関しては、まあ16両で2モーターなんですけど、
まあ、こういうふうに700系とか300、あ、700系とあと500系か。あと、加藤の100系。あと、0系もそうか。だいたい重力量でワンモーターなんですよね。普通のトミックスとかは、だいたい16両で2モーター採用なんですけど。その辺は加藤のね、この新幹線モーターのすごいところだと思うんですけど。まあ、そんな感じかなと。まあ、ちょっと、メーカーのから案内出てますんで、まあ、ポスターだけ軽く見て、あとは終わりにしましょうかね。あと、トミックスから出荷案内が出てますが、この辺俺関係ないんでね。これはなんだ、月光か？北国か。あー、あの9度層か。じゃあ、メーカーの方見てみましょうかね。よいしょっと。これか。こちらですね。12月発売予定として DD51 システムスの下関総合車両所の、まあ、DD51 と。すごいね、こうやって見ると。まあ、俺まだ SLA 間口号持ってないんで、てか買うつもりもないんで、まあ関係ないんですけど。最近加藤はやっぱりあれだね。どちらかというと40代半ば以降の製品化が多いですよね。まあ、ただそれでも、無謀な飯田線シリーズは最近なくなってるんで、まあ面白いところですけど。なんだろう、最近の若い人ってこの SLA 間口号買ったのかな？俺ちょっと知らないんで申し訳ないですけど。まあ、C57 の1か。まあ俺何台か SL は持ってるけど、最近の SL って持ってないんだよな。でも一番最後に発売された加藤の SL って多分デゴイチの4キュッパーか。しかも再生産されて、なんだっけ、ウレタンとかが新しくなってないやつなんで、それでも多分、もう今から結構古いロットだと思うんですけど、多分初期の頃のロットかな、俺が持ってる4キュッパーは。だ最近の SL とか全く持ってないんでね。まあ SL 自体そんな嫌いではないけど、もう俺の場合 SL っつったら C61 の20とか、まあ本当にデゴイチ4キュッパーとか、高崎の SL しか知らないからな。見たこともねえけど、本当に。まあ面白いんじゃないですかね。まあ欲しい方はいかがでしょうかという感じかな。なんだこれ。あ、これは水風か。で、こっちがあるか、今回のおまけのやつか。まあ、今回で、ね、11月。まあ、そもそもでも気になるのが、4ヶ月スパンの加藤が、12月に早くも山口号のね、付属車両出しますよって案内してきたのは、まあ、付属車両って言い方もおかしいかもしれないけど、ちょっともう面白いところっすね。個人的には。まあ、多分冬のボーナスに見かけて、多分来月の案内で、ね、面白いのはね、来ると思うんですけど。でもそうだ、加藤はやっぱり4ヶ月スパンだからな。まあ、ちょっと気になるところではありますけど。で、まあ、こんな感じ。昔発売された貨物の6両セットって何だったっけな。ちょっと覚えてないんで申し訳ないですけど。多分ね、でもなんか出てたような気がするんですよ。俺の勘だと。まあ、あくまでも勘なんで申し訳ないですけど。なんだっけな。完全に忘れた。多分ね、車掌車が入っててもこんなやつだったんですよね。6両かなんかの貨物車セット。ただね、なんだっけな。トキが昔のやつ入ってた気がするんだよな。1万2000だっけ？なんかわかんないけど。なんか材木みたいなの載せるやつよね。わかんない、忘れたけど。まあでもいいんじゃないですかね。単品ライト付く車両も入って5800円なら。まあ、安い方なんかな？どうなんだろうね。まあ大体これ多分ほぼ1両800円ぐらいしかしないんで、まあこれで4000円。ライト付いて1800円か。まあそう考えると、まあ悪くはないのかな。っていう感じですかね。まあ、あとはね、加藤がどれくらい再生産品が遅れてるか案内して終わりにしましょうかね。ちょうど尺的にもそれで15分ぐらいになるはずなんで。まあ、まずね、今月発売予定だったナゴミが、11月に一気に、繰り下げと。で、その他は。103系の国電シリーズ。まあ、今月から来月と。まだあったんだ、国電シリーズ。ライトがつかない三両セット。屋根から外さなきゃいけないめんどくせえロット。あとでもなんか遅れてなかったっけ？ああ、そっか。もう出荷が始まる東海道線が遅れたのか。確か東海道線に関してはもう出荷前でした気がするな。いつだっけな。あった、7月4日か。まあ、これはまだいい方か。
あとはそんななさそうっすね。うん、多分そんななさそうっすね。まあ、加藤はやっぱり、大体このね、月の一周目に出してくれるんで、まあ、ありがたいところなんですけど。まあでも今回は、まあ確かに C57 と DD51 の2本で、まあ目玉にはならなくはないと思いますけど。まあどうなんだろうね。まあ、でも多分12月は追加入ると思うんで、その辺がちょっとどうなるかっていう個人的興味はあるかなとは思います。まあ、出ない可能性もね、あるかもしれないですけど、まあ今まで4ヶ月スパンの加藤は、まあしかもそもそも11月がこんだけっていう時点でね、本当に11月少ねえからな、今月。たかが新幹線の再生産にスターターセットと貨物のたかがこれだけだからな。まあ本当に12月の冬のボーナスに目がけて、11月はもう薄くしますよって、宣戦布告しようようなもんなんでね、これに関しては。まあ、ちょっとどうなるか、面白みがあるかなというところで終わりにしておきたいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。